よ BWF ヘビー級の選手権試合を迎えます。蔵前国技館のリング上、これよりセレモニーであります。タイトルマッチ宣言が1万2500人のお客様の前に披露されます。全日本プロレスの歴史とともに歩んできた馬場の虎の子のタイトル、 PWF ヘビー級の王座、そのベルトが今本部に返されました。チャレンジャーのブルーザーブロディはインターナショナルヘビー級の王者、強敵を迎えました。チャンピオンのジャイアント馬場であります。さあこれより原ディンアナウンサーが両選手を紹介いたします。ブルーザーブロディ、あとがありません。対戦の順で臨みます。 PWF ヘビー級の王者ジャイアント馬場であります。放送席解説の山田さん、いやすさまじいお互いの入場のシーンからセレモニー、本当にもう両者とも気合十分ですね。そうですね、やはりね、まあ両方ともにチャンピオンということがあってね、大変に戦うね気力というものがねぶつかり合ってますね。はい、これがインターナショナルヘビー級の王者ブルーザーブロディ、チャンピオンのジャイアント馬場。さあ始まりました、 PWF ヘビー級の選手権試合、60分の一本勝負で行われます。さあ先に仕掛けましたのがインターヘビーのチャンピオンブルーザーブロディであります。 PWF ヘビー級のチャンピオンジャイアント馬場が受けて立ちます。山田さん、ブルーザーブロディは今インターナショナルヘビー級の王者、9回目の防衛に成功していますけれども、このベルトはかつて馬場がですね6年7ヶ月持っていたベルトですよね。大変にね、日本のプロレス界には由緒のあるねタイトルなわけですね。馬場選手としては心中非常に複雑なものがあると思いますよね。はい、どうしても負けられない馬場、今日は山田さん、馬場選手が控え室で非常に気迫の入ったトレーニングでしたね。そうですね、やはり相手がね、大変に強い、ブロディなだけに緊張でしたね。はい、このブルーザーブロディは PWF ヘビー級の王座へは昭和55年1月22日長野県の諏訪湖センターで初挑戦、その時にはチャンピオンのジャイアント馬場が2対1で勝っておりますが、ブルーザーブロディは4年越しの執念ですね。はい、それで馬場選手自身がですね、はい、今のブルーザーブロディは確かに強いんだということをはっきり認めてますからね。ですからむしろ馬場選手の口ぶりからするとですね、もうブロディにこう完封することが今の自分の課題だと言わんばかりですね。さあ馬場がロープに飛んでブルーザーブロディと体当たり、地響きがするようなそんな激しい体当たり、ブルーザーブロディの足が鳴っている、馬場が抑える、激しい戦いになってまいりました。 PWF ヘビー級の選手権試合、60分の一本勝負であります。私はね、はい、今日馬場選手がいきなりゴングと同時に飛ばすんじゃないかと思ってましたけれども、暗に相違してちょっと慎重なスタートですね。非常に冷静な立ち上がりですね。そうですね、逆にブルーザーブロディが飛ばしてますよね。ちょっと気負い込んでる感じがありますね。はい、一気にブルーザーブロディはこの全日本の看板でありますインターヘビーに続いてこの PWF ヘビー級の王座もダッシュしようという、そんな激しい意気込みであります。この PWF ヘビー級の王座といいますと、山田さん、この誕生から変遷を経る段階ではこの馬場選手が昭和47年9月12日この10回目のインターヘビーの王座を防衛して、そのまま王者のままタイトル返上したんですよね。そうなんですね。そして全日本プロレスという理想の団体を旗揚げしたときに PWF ヘビー級の王座総合戦を行いまして、ブルーのサンマルチのケリーファンク、ブッチャー、デストロイヤー、ドンレオ・ジョナサン、こういった選手と10戦戦い抜きまして8勝0敗2引き分け、これで初代のチャンピオンについたんですね。はい、大変にそういう意味ではね、
馬場の16番を抑えました。キングコング、いやすごいですね。2ドロップ落とします。3連発。いやいや、今まであの馬場の16番を抑えた人いますか。いやすごいですね。とにかくね、あの16番キックが入っていたらこんなことにはならなかったんですけども、本当に素早くね空中で受け止めましたね。12,500人、蔵前国技館はババコール、ババコールであります。山田さん、ババの命は足ですよね。そうなんです。その足を集中攻撃ですね。非常にね危険ですよ。はい。あっと、すごいキックが来ましたね。蹴りを入れます。チャレンジャーのブルーザーブロディ、一気に国技館ダッシュを狙います。チャレンジャーのブルーザーブロディであります。まあババ選手は。パワーだけではないブロディの老快さも要注意だというふうに言っておりました。おっと、バババリの逆水平、トーキックを合わせます。エルボーであります。いや、この攻撃をね続けさせちゃまずいですね。片腕で2m9cm145kg、ババを放り投げました。さあ、キングコングドロップか。まずショートレンジ、まずショートレンジであります。スリーパーに入りましたブルーザーブロディであります。まあ、ジャイアント馬場はですね、背水の陣で今日のクラマー決戦を迎えたわけなんですけれども、もう全く後がありませんよね。はい、今の攻撃でね、かなり苦しくなりましたね。打倒ブロディを図るには何が必要ですか。やっぱりね、もう一発筆頭の大技しかないでしょうね。まあそれでね、私はあの今日の作戦としてね、はい、いきなりラッシュをかけて一発大技を出すんじゃないかと思ってたんですが、慎重なスタートが今のところちょっと裏目ですね。はい、さあ両選手が所狭しとリング上を走り回る。16番カウンターで当たりました。ショートレンジから16番が当たりました。先ほどはがっちりと抑えたブルーザーブロディ、今回はなりませんね。今うまくカウンターになりましたね。だこういうチャンスをですね、ものにして一気に逆転に持っていかないかんですね。まあ、ジャイアント馬場はですね、ブルーザーブロディの資格を探すとしたらどれにありますかというふうに聞いた場合ですね、ババが答えたのはほとんどないというふうに言ってましたね。まあ、やっぱり今のところ見当たらないんですよね。ですからそのためにはね、もう一瞬のうちに決まるような技で勝負いかなきゃダメだと思うんですね。はい、さあババの逆水平チョップ攻撃、連続チョップでキングコングの村板が赤く腫れ上がりました。あっと、今度はブルーザーブロディが蹴りを入れる。ブルーザーブロディが蹴りを入れました。そしてコーナーマット最上段、コーナーマット最上段、198、135キロ、ブルーザーブロディが立ち上がる。馬場が今度は待ち構えている。デッドリードライブ、殺人投げ、馬場が生き返った。馬場が16番、馬場が16番。そして脳天へチョップ攻撃。山田さん、なかなか馬場もいいですね。脳天チョップはいいですね。さあもう1回16番、馬場の16番攻撃、ダブルチョップを見せます。さあキングコングの出足が鈍くなってまいりました。顔面かきむしり、キングコング、ブルーザーブロディの攻撃。さあブルーザーブロディが、おっとハイアングルのキックを馬場の顔面に持っていきます。さあもう1回行く、もう1回行く、連続攻撃ブルーザーブロディ。あ、この攻撃はちょっときついですね。もう頭が横になるぐらいですね。うわ、顔面が歪んでまいりました。ジャイアント馬場、さあキングコングドロップキック、キングコングドロップキック、ブルーザーブロディのドロップキックであります。さあ馬場がリングの外、馬場がリングの外、ブルーザーブロディが後を追っかける。ブルーザーブロディが後を追います。赤い鉄柱が待っている。赤い鉄柱にジャイアント馬場の額が当たりました。ガクッと倒れました馬場。真正面から激突ですね。馬場はこのリズムでは全くダメですね。ダメですね。もう今もね、普通だったらですね、なんとかねダメージを少なくしようとするんですが、まともに当たってますね。さあ馬場の額がどうやら割れたか、馬場の額が割れたか。蔵前国技館馬場コール。今度はグリーンの鉄柱に持っていく。馬場がリングの中に帰る。キングコングが追いかける。さあ流血の一戦になってきました。ブルーザーブロディの鉄柱攻撃でジャイアント馬場の額が割れました。チャンピオンの額が割れました。さあタイトルは風前の灯火、 TWF ヘビー級のタイトルは風前の灯火。
このキングコングが2冠ダッシュなるか、キングコングが2冠ダッシュなるか、チャンピオンの馬場全く後がありません、全く後がない。さあどうだ、さあどうだ、脳天食い打ち、万全の体勢でブルーザーブロディが脳天食い打ち、ドリガーホールパリドライバー、ちょっと体勢が崩れましたね。そうですね、しかしね、今の何かあのショルダーブロックにもなってますね。はい、さあキングコングブルーザーブロディ一息入れてギロチンドロップ、キングコングギロチンドロップであります。ジャイアントババの喉元を確実に捉えました。ババアートがない、ババアートがない、ババが必死に跳ね返しました。山田さん、この後グランドチャンピオンカーニバル海外シリーズ、ジャイアントババどうしてもチャンピオンとしてアメリカに行きたいわけなんですが、ちょっと危なくなってまいりましたね。そうですね、もうあとはね、あの選手の気力に頼るしかないですね、はい、もう1回行く、これは自爆、キングコング2ドロップは自爆であります。ババが1回る、ババが1回ありました、ババが1回ありました。さあ16番キックを浴びせる、ババが1回ありました、やっと1回ありましたね。そうですね、今のね、自爆させたことでね、一つの活路が出てきましたね。はい、さあこの後一気にキングコングブレザーブロディをやっつけることができるかどうか、チャンピオンのジャイアントババであります。グリーンの鉄柱に痛めた膝を打ちつける、膝の内側をぐーっと絞り上げる、ババの声が聞こえます。そうですね、すごい声ですね。さあ、まあ、ジャイアントババの命が足ならば、キングコングブルーザーブロディの命もやはり足ですね。そうですね、このダメージは大きいですよ。キングコングが立ち上がれません。一方ババが1回ありました、全く後がなかったババが1回ありました。さあリングの外で走って走って、キングコングを追いかける、キングコングを追いかける、キングコングは走れない、キングコングは走れません。さあババが後ろから行く、赤い鉄柱に乗っていきます、赤い鉄柱に乗っていきます。怒りのジャイアントババであります、怒りのジャイアントババ。山田さん、蓋を開く気持ちですね。そうですね、あのカウントももう入ってますんでね、レグリーの上品内がカウントを続ける。今 PW ヘビー級の王者ババがリングの中に戻ってまいりました、ババがリングの中に戻ってまいりました。さあキングコング、キングコングはどうだ、キングコングはどうだ、あ、額が割れてますね。あ、キングコングの額も割れました。激しい流血のタイトルマッチとなりました、激しい流血のタイトルマッチであります。 PW ヘビー級の選手権試合、川津岳川津落とし、後頭部、キングコングの後頭部を痛めつけます。さあ、ババがカバーに行く、ババがカバーに行く、カウント、おっと、もう一歩、惜しいですね。いやー、今はね、はい、カウント2つ半ぐらいですね。本当に惜しい。さあ、お返し、脳天首打ちのお返しだ。2m198cm、135kg のブルーザーブロディを脳天首打ち。ジャイアントババの連続大技攻撃、さあ山田さん、完全に頭へ攻撃ですね、はい、どうだ、惜しい、惜しい、全く惜しい。ブルーザーブロディが唇をわらわらと震わしています。はい、どうぞ。ブロディもタフですね、あれだけの大きな ね、 そうですね、ダメージを食いながらまだやって、さあ体当たり、両選手が倒れました。お互い持てる力を十分に出しております。PW ヘビー級の選手権試合、さあレフリーの上樋口が両選手にカウントを数えましたね。こういう場合はですね、ダブルノックダウンというケースもありますからね、さあ場内はババコールとブルーザーブロディーコール。さあ16本キックでブルーザーブロディーが倒れる、レフリーの上樋口がいない、リング上は無法地帯、しかしカバーに入っている、しかしババがカバーに入っている、レフリーの上樋口がいない、今払いのきました。さあこうなりますと無法地帯ですね。いや今ね、ババ選手がせっかくカバーに行ったんですがね、はい、あれレフリーがいればカウント3行ってたかもしれませんね、さあレフリーが全くいません。リングの中にはレフリーがいない、ババが今尻の血をついている。そしてブレザーブロディがチェーンを取りましたね。チェーン持ってますね、はい、チェーンを取ってブレザーブロディが攻撃を加えます。チェーンを持ってブレザーブロディが攻撃を加える。まだレフリーはいません。あ、今映りました。レフリーが立ち上がります。
しかしブルーザーブロディがチェーンを持っての攻撃、これは完全に反則ですね、手に巻きつけといてね、殴ってますね、はい、これは完全に反則攻撃であります。レフリーの上手打ちは一体どうしたんでしょうか。立ち上がることができませんが、今やっとリングの中に入ってまいりました。レフリーの上手打ち、このチェーンに気がつくかどうか。さあジャイアント馬場が今チェーンを取った、ジャイアント馬場がチェーンを取った、暴走はしてほしくない。お互いチェーンを1本ずつ持っています。山田さん、暴走は危険ですね。そうですね、もうこの狂気はね、はい、両方から取り上げなきゃダメですね。ブルーザーブロディとジャイアント馬場、両選手が1本ずつチェーンを持っています。レフリーの上手打ちがカウント要請、ゴングを要請、ゴングが鳴りました。さあどういった判定が下るんでしょうか。もうビル・アーウィンが入ってきた、2人がかりでジャイアント馬場に攻撃を加える。今全日本プロレスの若手がブルーザーブロディとビル・アーウィンを抑えようとする。さあ試合の方はどうやらゴングが乱打されていますから決着は出たと思いますが、その後ビル・アーウィンが入ってまいりました。さあどういう両者反則というようなアナウンスですね。両者反則、13分48秒、両者反則という結果なんですが、こうなりますと山田さん、どういうことが言えますか。両者反則でですね、こうなりますと王者の防衛ですね。とりあえずジャイアント馬場が PW クビ級の王座、2回目の王座防衛ということを伝えてよろしいですか。そうですね、反則でドローということになればですね、当然王者の防衛ですね。はい、ブルーザーブロディが客席に割って入る。ご覧ください、ブルーザーブロディの額が割れました。一方チャンピオンのジャイアント馬場の額も割れました。今日の蔵前決戦 PW ヘビー級のタイトルマッチは激しい流血の末、両者反則試合ということになりました。ひとまずジャイアント馬場が王座を防衛ということをお伝えします。やはり、両者反則の結果、ジャイアント馬場が王座防衛ということが正式にコールされますね。そうですね、まあしかしね、はい、内容的にはね大変にね迫力のある試合で、まあ馬場選手やっぱ王者の面目にかけてね、はい、堂々のファイトをやりました ね、 ねえ。クラマー決戦注目の PW ヘビー級の選手権試合は13分48秒、両者反則ということでジャイアント馬場が2回目の王座防衛に成功しています。